どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冒頭にもあったと思うんですけど、濡れてる髪の毛って溶かしたらダメって言われたことないですか？溶かしたらダメじゃなくて、雑に溶かすことがダメなんです。なぜかというと、濡れてる髪の毛っていうのは乾いてる髪の毛に比べてすごくダメージが出やすいんですね。で、その状態で無理やり溶かしたりすると、例えばね、切れ毛になったりとか、あと枝毛になったりとか、あとこの表面の部分がのこうパサついてる髪の毛ってあるじゃないですか。こう細かい髪の毛が出てる、ああいう風になったりとか、あとは、こうアホ毛、この表面の部分が短い髪の毛が出たりとか、ああいうことの原因になるので、なるべくね、丁寧に扱うことが鉄則です。では逆に、じゃあどういう風にブラッシングをするか。まず、毛先の方から優しくね、絡まりを取っていきます。で、毛先の絡まりが取れてきたら、中間の部分を溶かしていきます。で、最後に根元を溶かしていく、この順番でやっていきます。間違っても根元の方から無理やりは絶対溶かさないでください。で、それでもね、絡まりが取りづらい方も多分いらっしゃるかなと思うので、そういう方は洗い流さないトリートメントね、を先につけてから溶かしてあげると、綺麗にね、簡単に溶くことができます。ブラッシングを丁寧にすることによって、すごく髪の毛が綺麗に清潔に保てます。まず、スタイリングがしやすくなるっていうのと、あと切れ毛の予防ができる。まずこの2点です。で、起きた時とかって多分ね、絡まり、寝癖だったりとかついてることがあるかなと思うので、そういう時にね、さっきのように毛先の方から優しくブラッシングをしてあげる。そうするとね、毛流れも、結構綺麗になるので、スタイリング台、ワックスとかね、ミルクとか、スプレーとかつけられる方も結構多いかなと思うんですけど、すごく髪の毛の馴染みが良くなります。そうなるとね、スタイリングの持ち、セットの持ちが良くなるので、おすすめです。あとは、しっかりとね、ブラッシングをすることによって、髪の毛の汚れ、まあ、ホコリだったりとかがしっかり取れます。結構ね、ホコリがついてたりとか、あと、フケが出てる方とかもいらっしゃるかなと思うんですけど、そういうのがね、しっかりと取り除けることになるので、髪の毛がね、より清潔感、綺麗に見えたりもします。で、最後に、髪の毛がね、本当にツヤツヤになります。それはなんでかって言ったら、ブラッシングをね、まあ大体さっきから言うんですけど、毛先からどん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 やっていくじゃないですか。で、絡まりが取れてきます。で、髪の毛っていうのは、頭皮からね、ちょっとね、油分が出てたりとか、油分が出てるじゃないですか。それをね、ブラッシングでね、しっかりと溶かすことによって、その油分がね、髪の毛をコーティングしてくれます。なので、見た目がね、本当にね、ツヤツヤに見えたりもするので、ね、ブラッシングをね、正しいブラッシングをすることによって、そういう風にね、毛先の乾燥だったりとかもね、少し軽減できたりもするので、しっかりとね、優しく丁寧に溶かすようにしてください。はい、ということで、正しいね、ブラッシングの方法について、簡単にちょっと紹介させていただきました。できればなんですけど、やっぱブラシだったりとか結構ね、目が粗めの方がいいかなと思うので、粗めのブラシを使うようにしてください。溶かす回数としては、個人的には朝起きた時にまず1回溶かす。で、シャンプーする前にもう1回溶かす。で、最後に、シャンプー終わってね、乾かす前に最後に軽く溶かす。この3回で、1日、ブラッシングすればいいかなと思いますので、その3回をやるようにしてください。結構ね、何回も回数を重ねてブラッシングすると、逆にね、摩擦が起きすぎて、乾燥だったりとかね、摩擦気の原因になる可能性もあるので、なるべくね、やりすぎには注意。1日3回ぐらいを目安に、やることがおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。